こんにちは、ミスタイムさん。すごいですね。1年間一緒に走ってきましたね。まあ、どんな時でも毎日欠かすことなく私たちは一緒にいたわけなんですよ。その途中でガチンコマッチョクラブはついにね、クラブ生1期生を募集することになりまして、これが15名以上いたのかな。急にね、集まりましたね、これね。そしてですね、その後いろいろと外出規制がある中、なかなか合宿とかね、それからまあ強化メニューとか、実際に全国からガチンコマッチョクラブの塾生が一堂に会してガチンコファイトクラブみたいにね、鍛えまくるみたいなことはちょっとできなくなっちゃったんですけども、まあ日々のトレーニングはミスター M さんのそのね、先頭を走る姿に私たち、引っ張られるようにここまで来ました。で、今回ガチンコマッチョクラブの2期生を募集するということなんで、非常にね、今回も楽しみにしてますね。私もね、できる限り、応援させていただきますので、これからもガチンコマッチョクラブ2期生、どんなメニューでこの2期生ね、私たちを鍛え抜いてくれるのか、これをね、随時お知らせいただければと思います。まあ、よろしくお願いします。本当に1年間ね、本当にすごい、走り込みでした。日々の筋トレ、体もメキメキ変わりましたね。途中でね、お腹に力を入れたら腹筋が割れるみたいな、そんなギャグもかましてましたけどもその他ね、シルベスター・スタローンのランボーの真似をしながら出てくださったりとか、さまざまこうね、まあ、お笑いあり真面目ありということだったんですけども、結果としてミスター M さんは今素晴らしい男になって、こうね、アスリートの体を持って、ね、私たちの目の前に立っています。おめでとうございます。素晴らしいと思います。これからもよろしくお願いします。